今年アニメスタジオがたくさん潰れました。10月クライシスもありました。しかし、君の名が邦画歴代2位を更新したりだとか、アニメコンテンツはどんどん増えていったりだとか、いい話も多いですよね。結局アニメ業界明るいのか暗いのかどっちなんでしょうか。実は、お二人の意見分かれていますよね。年を越せるようにちゃんとお二人の意見を、聞かせてください。前対談で山川さんが言ってたのが、もうアニメ業界ブラック通り過ぎて、ブラックホールだと言ってないけど、はい、構造的な問題がある、構造的な問題があるので、はい、もうこれどうにもならないから一回全部潰れるしかないっていう話をしてたじゃん。で、あれはなんか終わった後でちょっと語り足りないなって言ってたでしょ。はい、どの辺が語り足りなかったの？これね、これをまさにね、デジハリの今年の今日の昼の授業でね、語り切っちゃったんですね。はい、もう完璧な図式でやった、うん、俺はやっぱり評論家の方が向いてるのかなっていうくらいすごい図式で語ってて、うん、まあそれをね1時間くらい使って延々喋ったんですけど、はい、これは本当に言えねえなほうほう、どれだけ敵に回すんだろうっていうくらいの内容を喋りました。非常に図式が簡単で、すごくシンプルに言うと、お金は上の方であるんですよ、うん、これが現場に落ちてこないなんで、うん、っていうことなんですね。うん、それをもう今日図式でこと細かに説明してきたんですけど、うん、もう直で落とすしかないねっていうのが、まあざっくりとした結論ですね。うんうん、そこになるだけ間、まあ言葉選んじゃうけども、まあ言ってしまえば中間で、中間バージョン抜く的な、そこまでそれは言い方暴論ですけど、もちろんちゃんと機能してるし、アニメを作るために今なくてはならない機能にはなってるんですけども、やっぱりそこで減って減って減って、現場に伸びてきた時こんだけかよっていう事態をなくすためには、やっぱりもう直接 B2C ではないですけども、直接行くしかないと思ってます。これ実はね、これもタイトル詳しくは言えないんですけど、某作品でそれと似たことをやってるんですね、僕らは。ごめんなさい、タイトルも何も言えないんですけど、これはもうアッサチでお願いします。それをやった時もやっぱりね、業界をちょっと揺るがした部分があるんですね。やっぱりそういったところ、やっぱり既得権益とか既存のねスキームであるとか、そういった部分をもう大いにぶち壊す内容にもなりかねないので、ただ一つのやり方として、やっぱり大規模なテレビアニメであるとか、そういったやっぱり待ったなしの続きものの作品を作るためには必要なシステムではあると思うんですね、現状のアニメのシステムも。ただ短編であるとか、それこそもうね数分ものであるとか、あるいはフラッシュアニメであるとか、まあそれが楽だとは言いませんけども、そういったね、そんなでかいスキームでなくても作れる作品はあんまり間を入れずに、もう手軽に作ってもいいんじゃないかっていうのが僕の意見ですね。そういうのがもうちょっと増えていくといいんだよな。まあ、高野詰めたんもそうですし、ごめんなさい、内実はよくわからないんですけど、そう、収まる、そうです。風通しのいいお金の回し方によるアニメ制作というものが、もうちょっとバリエーションとして広がっていくといいなっていう、わかります？ごめんなさい、わかんない。かなりオブラートにくるんでいっちゃったので、オブラートでなくて、それコンドームっすよ、うんうん、溶けない口の中で全然わかんないから、どうしようかな、どうやれば説明できるんだろうな。おっしゃってたのは、いわゆるトリクルダウンっていう言い方がありますよね。つまり上部の人が潤うと中間が潤って、下の方が潤っていくって、アベノミクス経済戦略で使われた言い方なんですけども、はいはい、結局まず資本家と言ってもいいんだけど、資本家とか、あとその社長連中が儲けたら、それは次に専務たち、中間管理職、マネージャークラスがちゃんと給料に反映されるようになって、最終的には下請けさんのところまでお金が行くようになりますよ。だからアベノミクスによるトリクルダウン戦略っていうのは時間がかかりますよみたいなことなんだけども、結局みんな6年待ってトリクルダウンが起こらなかったっていうのはよくわかる、はい、でアニメ業界も同じようなもんで、アニメ業界に金はない金はないと言っても、テレビ局のやつは儲けてる、広告代理店が潰れたなんて話は聞いたことがない、はい、なので実は潰れたと言われてるのは末端のスタジオ、現場であればあるほど潰れてると、はい、なのでこの上のおじさんたちにいなくなっていただこうって話、
まあいいか、ここまではここまではいい、うん、じゃあ、ま、言いましょう、あ、名指しで批判するつもりはないんで、うん、政策委員会というスキームそのものにも問題があると思ってます、うんうんうん、ここにメスを入れないとダメだということです、うんうんうん、だから今日行ってきた授業は、例えばお金はいくらでもある、例えばもう中国の配信業者が10億出しましたよと言ってるよね。でも政策委員会では、じゃあ10億いただきますやったーにはならないじゃないですか、うんうん、パーセンがあるじゃないですか、うんうん、政策委員会の幹事会社が 40%50% 握るためには10億来てもらったら困るんですよ。困るよね。だから 40%50% を、でもね、出資額には限度がある、幹事会社の出資額には限度があるじゃないですか、 40% の権利を得たい、幹事会社の権利を得たいけれども4000万しか出せません、うん、ということは予算総額は1億で決まっちゃうんです、この瞬間に。どれだけお金を出したい、10億でも20億でもこの作品のために出すよって言っても出せないんです、ね、ホワイトボードに書いて説明したいんだけども、ちょっと翻訳させてね、はい、つまり10億あったら劇場アニメのすごくいいのができるし、中国の会社は10億でも20億でも30億でも出そうと言ってる。ところが中国の会社に20億も30億も出してしまったら、中国の会社は出資 100% のアニメができてしまう。なのでそれをまるでいけないこと、チャイナマネーの脅威みたいな言い方をしながら、でもお金欲しいからどういうふうになるのかと、政策委員会方式を取りたいやつらっていうのがいて、結局それはレコード会社とか一部の会社がいつもいつもアニメの版権握ってるような会社が中心の版権の窓口やりたいとか手数料取りたいと思ってるところがあって、このアニメの制作予算として2億以上かけちゃ困ると。だってうちの会社4000万しか出せないんだから、2億で4000万だったらやっとこれで 20% じゃんと。で 20% 以下にパーセンテージがあったら俺が会社の中の立場なくなるよ。なのでこの予算、アニメ予算2億で、え、中国の会社20億出す、じゃあしょうがないな、その20億を10の作品で割りましょうっていうふうな形で、作品を10ぐらい作って、個々の作品の予算上限を2億ぐらいにとどめたり、1億ぐらいにとどめたり、数千万にとどめたりして、コントロール権を握ろうとしてる。それによってだから本数が増えたんです。本数が増えた。あ、俺の読みでいいの？ご名答です。やったそこに前回言った通り、でもその10倍に増えた1本が10本になったものを受け止められる現場がないんです。だから作れないんです。だから落ちるんです。なるほどね、簡単でしょ実は。つまりアニメに出資したがってる会社は多いんだけども、バジェットが上がりすぎると、個々のこれまで日本でアニメの出資をやってて現場を仕切ってて、でアニメのそういう版権ビジネスから手を引きたくないおっさんたちがバジェットの上限決めちゃってるから制作費が増えない、横の方向の制作本数だけが増えちゃう。じゃあ解決策としてはどうなのかというと、このおじさんたちがいなくなって、中国の出資者たちといなくなるとまではいなくなるとまではいないですけど、いいんだっていうふうにこの間酒飲みながらマキさんがそう思うんだけど岡田さん言っちゃダメだよって言ってたけど俺言っちゃったか、やっぱりな、まあ、うん、まあまあいいです。当分だからそういったいざこざの中ではもう生きられないと僕は思ってるので、うん、だからもう言っちゃおうと思ったんですけど、うん、どこかでその政策委員会もう完全否定するつもりはないんですけども、うん、どこかでやっぱり意識の変革、うん、ここの意識の変革、もうちょっとやっぱりお金を出さないといいものは作れないんじゃないかとか、もうちょっと作品一本一本を大事にしないとアニメは盛り上がらないんじゃないかという意識は持ってほしい。政策委員会のおじさんたちの考え方からしたら、いいものを作られるよ、作られて自分たちのアンコントローラブル、権利を取れないものを作られてしまうよりは、お前らはそこそこのものを作って安い金の中でいいものを作るのお前ら慣れてるだろうと、今回もこれぐらいでやってくれよ、その代わり3年後も5年後も安い仕事やるからさみたいな形で10年ぐらいみんな働かされてきたわけじゃん。そろそろ奴隷の革命の時代がやってきたと俺思ってるから、多分そのメールの質問にあった岡田さんと山川さんの意見が違うように見えますって言ってるの、俺その首輝が外されるのが来年だと思ってるから、未曽有のゴールドラッシュっていうのは、ゴールドラッシュっていうのはサンフランシスコとかさ、西海岸で金が取れると思ってアメリカ人の人間がガーッと西海岸に移動したのがゴールドラッシュでさ、でゴールドラッシュっていうのは歴史的に見たら実はそれで金を発見して金持ちになったやつって 1% もいなくて、 99% のやつはなんかただ単に定住しただけなんだけども、多分そのチャイナマネーしても何マネーしても分かんないんだけど、日本のアニメが面白くて当たるのは分かってるから、世界中からお金が集まりつつあって、同時にこれまでチャンスが与えられなかったスタジオがすごく伸びてくるだろうけども、これまでテレビ権を握ってるとか音楽権を握ってるとか声優のキャスティングを握ってるというだけのやつらがバタ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 と倒れてくるだろうなと思ってるのが
俺の来年のゴールドラッシュの予想なんですよ。つまり貧富の差が逆転していく。これまで既得権益でやってた人たちが、その既得権益がでもテレビでオンエアできなくなっちゃう、俺たちのこと聞かなきゃっていうやつが、いやネットフリックスでやりますから、アマゾンでやりますからっていうことで、うん、気にしなくなる、うん、僕が散々だから、はい、トランプの話をしてるのはそういうところですよ。ミーによっていわゆるエリートと言われた人たちを否定し、中産階級無産階級が直接金持ちと結びつくっていう瞬間をアメリカが獲得したわけですよ、うん、日本も起こらないかなっていうのを僕は案にブログで延々書いてるんですけどね。でもそれが起こるとどうなるのかっていうとさ、はい、例えばアマゾンによって数年前から僕は物書きなんだけど実感してるのは、物書き、それは小説家に限らず評論家に限らず中間の人らがすごい勢いで失業してんの、うん、僕と同年代の社会評論アニメ評論やってた人間の9割まで失業して、うん、もう別の仕事やってるか業界からいなくなっちゃってると、うん、これがネットの残酷な裏面なんですよ、うん、ゴールドラッシュによって食える人間は一部であって、残り9割は食えてたはずなのが食える領域に達しないという残酷な事実があるじゃん、うん、となるとアニメスタジオの中でもこれまではその関係の中で仕事がもらえた会社はもう食えなくなっていって、企画力があっておまけにコントロール力があってっていうような小回りが効いて作品が作れるアニメスタジオだけが急に伸びて、逆に言えば中堅っぽい面してたような会社がバラバラ潰れるような状態になるよね。でそれは一言ではなくて、僕もどこに入るのかなって今戦々恐々なんですよ、うん、だから本当に今年から来年に関しては本当一手一手がものすごく慎重であり大胆であり、時間は待ってくれないので、さっき言った通り本当早い者勝ちなので、そうだね、本当に恐ろしい 1,2 年になるでしょうね、うん、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。